はい、えー、それでは始めてまいります。皆さん、こんにちは。えー、近付近の方の学習戦略と題しまして、え約、ー、1時間程度私の方からガイダンスをしていこうと思います。担当アレックス・テニコス・ネです。よろしくお願いします。えー、内容面、どんなことをやるのか、ちょっとレジュメの方をパラパラめくっていきましょうか。レジュメの方ですが、1ページの方を見てください。まあ、究極的に何をしなきゃ受からないのかと、どこまで取らなきゃいけないのかって話をまず1ページで説明します。また、その後、4ページ以降、 基準点付きの方、こういう点に注意して学習してほしいといった学習上の注意点を説明します。9ページ以降、じゃあその基準点付きの方、どんな戦略を立てていくべきか、時期別に対して、時期別、タイプ別に分けて、このタイミングでこういうことをやったほうがいいよという話。で、最後に14ページ。 本試験直近3年間どういう傾向の変化が起きているかという話をしていきます。約1時間程度ですがお付き合いの方お願いします。ではまずは1ページの方お願いします。はい、えっ、ー、とレックの基準点予想、現在午前の方は28から29、午後の方は25から26。えーこれえー、皆さんからいただいてるて、えー、成績リサーチの数字を見るとこのような数字になります。 でただ、これはあくまでも基準点ですので、えー、上乗せ点がどうしても必要です。上乗せ点が大体27点程度。択一で言うと約9問分、九問分程度が必要になります。下の表を見てください。横に書きましょう。午前択一、午後択一で4問ずつ取った場合、午前択一だけで逃げ切ろうと思えば32から33。午後択一だけで逃げ切ろうと思えば 29から30欲しいとこなんですでその横見てほしいんですが後で言うんですが今年落としちゃいけないレベルの問題が午前が30午後が24あるんですそしてその横二択勝負になってしまうもの二択勝負に追い込まれる問題が午前が4午後が9あるんですよ ってなると、もし択一だけで上乗せ点を取りたければ、落としちゃいけないレベルの問題は、ほぼカンスト。ほぼ全部取る。で、やっても1、2問のミス。一方、横。2択。2択になるものは、最悪でも2択だから半分は行きたい。で、半分ちょっとは行きたいところです。下に入れました。結局、 基本問題のミスを最小にする、そして二択問題になるものを多く解く、もうこれに尽きるんですよ。で、結構いらっしゃるのが、その基本問題だけできれば合格できるというふうにおっしゃる方がいます。実際なんですが、その基本問題の問数って、じゃあそんなそこまで多くはないんです。あったとしても、上乗せ点が足りないんですよ。 だからどうしても二択になるものを取らなきゃいけないんですちょっとこの辺り数値見ましょうかページ2ページ3ページと見開きにしてください2ページ3ページに午前午後どの分野が出ていて正答率がどれぐらいでで横に空欄バ×というふうに入れてあります この空欄、×、丸の意味を一番下に入れました。無印、空欄部分。どの受験生でも落としてはいけないレベルの問題。これが空欄です。一方、丸知識がないと、二択に追い込まれてしまうのが丸になります。あ例えば、午前科目だと6問目。また、午前科目14問目。 正答率は60%を超えてるんですが、実際のところを二択に追い込まれてしまうんです、これって。知識がないと。で、知識がないと択に追い込まれて、結構ね、多くの方が、まあ、賭けで勝っているというだけなんですよ。60%を超えてはいますが、別に基本問題ってわけじゃないんです。一方、32問のツ、これは無理。これはよほど細かく勉強しないと無理。 なんでこれ二択勝負ともしませんでしたで。すると左側、午前の方が空欄が全部で30個なんです。で、丸が全部で4個なんですよ。一方、右側、五科目。五科目に至っては結構空欄が減ってますよね。 えー、も 2, つほどあります2問目の×や17問目の×この辺りはもう無理だと空欄は全部取っといてあと丸をどんだけ取るかという勝負になるわけですじゃあ今年のこの丸はどうやったら取れたのかと。 ちょっとその話もささせてください。前のページに戻ります1ページの方に戻ってくださいちょっと今回問題文はつけませんでしたのでもし間違えた方はぜひ参考にしてみてくださいえっと一番下今年の2択問題はどうすれば取れていたかと知識があれば取れるもうそれは置いときます知識がなかったとしてもどうやったら取れるのかと言うとまず午前6問これ時効の問題です 問題文の途中で、正語をつけず、最後まで文章を読むと。これ、更新完成猶予のニュアンスで引っ掛けてきたんですよ。一行目のところでもう切っちゃって、全部読まないと間違えるというものになっています。だからこれは、知識うんぬんじゃなくて、全部読んでほしかった問題です。25問、刑法のわいせつ関係です。で、これはね、 普段アンテナをあのわいせつ系ってここ最近判例変更や改正があったのでちょっとアンテナを張っていればまだ引っかかったというところです29ちょっとページめくって29問題材見てくれますか29問題材2ページの方ね2ページの方ね今1ページ見ながらやってますよ1ページ見ながらやってますからね 29がこれ株式の担保課これですが一回過去問はあるんですよなのでの普段の学習で過去問をやっていたかどうかである程度決まったことこです一方ねえっと1ページのねこの,の右側5に行きましょう 午後第一問。これ、えっ、ー、と、タイトル。3ページの方の項目見てください。午後第一問が、訴訟告知です。これって、細かいことはなくても、これね、えっ、ー、と、仕組み、全体像、訴訟告知ってどういう仕組みだったかと。原告側が裁判所に申し立てて、呼んでもらう、保証人などを呼んでもらう、っていう仕組みだったよな、っていう仕組みが分かっていれば、ある程度手足は出せたんです。 裁判所に申し立てて呼び出すってことが分かっていれば。だから民事訴訟について、例えば訴訟告知って言ったらこういう制度だよねってことが言えたりとか、例えば財産開示って言ったらこういう制度だよなって言えたりとか、そういった制度ごとのイメージを持っているかどうかで変わったと思うんです。 午後の8問問題演習にとどめるんじゃなく根拠を読む必要性、午後の8問これ司法書士法,法,法、です司法法過去問で解けないんですよ、過去問通りじゃないんですよ、根拠をちゃんと当たっていく、根拠を当たっていって、3年の経過が要件になっているかどうかというところまで見てなかったらいけないことなんですね。で、ちょっとこのあと、すごい強調したいんです。 1> 1ページ戻りましてね141826例えば14問足を法的思考力で判断せず他の足を全て読む実は後ろの方に単純な足があったんです1826も同じなんです5で法的思考力で解くっていうのは 爆打です。午後法的思考力やるとこなは爆打です。あの、午前は別に構わないんです。でも午後って結局は知ってる知識で解かないと解けちゃいけないんですよ。もっと言っちゃえば、あの、自分の勘を働かせても結局洗礼があれば終わりなんです。自分ではこうだよなって思っても実は通達がありましたって言ったらひっくり返っちゃうんですよ。下手に判断せずに全部読んだかどうかなんです。 ぜひこれ、14、18、26をミスった方、ぜひちょっとね、全足見てるかどうか見直してほしいんです。で、あの今年は少し少ないかなと思います、この14、18、16みたいなのも、年によっては5問ぐらいあるんですよ、2択に置くまでので、5問程度あるんです、あのー。午後って、もちろん時間ないのはわかりますけど、あの 全足読んだ方が絶対点数上がるんですよ全足検討しろとは言いません全足検討しろとは言いませんでも全足読んでいって過去問かどうかって分かったら絶対判断早くなるんですよなんでぜひ十14 141826はちょっと間違えた方ちょっとね方向性考え直してみてくださいで35 一般法人の問題ですが密室の部分をどこまで、ね、意欲的に取ってたかと毎年一般法人は毎年出る問題です毎年出るものをどこまで貪欲に取ろうとしていたかとそこに尽きるのかなと思います、はい、じゃあまずは今年どうすればよかったかといった話こそこ,こまでにしましょう じゃあここからの勉強についてのアドバイスを4ページ以降でしていいこうと思います4ページ以降を開けてください。基準点付近の方に伝えたい学習上の注意点1、択一。午後科目過去問力の確認をしてほしいんです。 あの、午前もそこそこですが、午後は過去問でやっぱり大きく差が出ます。これ表にしてますが、左側、過去問知識で正解まで行くのを左側。右側、過去問知識で2択まで追い込めるのを右にします。で、科目ごと、そして全体も作っておきました。まず一番下全体を見てほしいんですが、全体。 過去問で今年21まで行くんです。去年より増えてるんですよ。横、2択まで追い込まれる。これは去年と大体同じぐらいになります。なんでもちろん右もそうだけど、まずは左側。まずは左側の問題のミスがないかを確認してほしいんです。民事訴訟が3問、3、4、5問。民事保全が1問、6問目。 執行法は第7問供託処置は91011不当法に関しては1213171921223242527商業登記は282933とこれを落としているかどうかを見てくださいでもちろんねあのこれを落としている原因が過去問知識がなかったっていう原因もあると思います ですが全足読まなかったっていう理由もあるはずですさっきの話なんですけどね全足読んでれば過去問で引っかかったのにとっていうこともあると思いますこのどっちかだと思いますので全足読んでるかとっていうところもぜひ指針してくださいでちょっと怖い点がありましてよいしょと この括弧にしているものがあるんですがこの括弧にしているものは平成1桁台平成1桁台の過去問じゃないとできないというものになっています。一桁台 なんでちょっとここでミスっちゃったという方はちょっと過去問の範囲を絞っちゃってるのかなというかもしますもうう絞ってしょうがないとは思うん。ですけどねまた、不等法に関してはちょっとこれ分析は入れませんでしたが不等法は特に平成10年代の過去問が多いです。なので例えば不等法の,過去のね問題、過去問解けるのに解けなかったといった場合、過去問の年度をね 二十年以降とか、二十五年以降とか、過度に絞ってないかを見直してほしいんです。では、その過去問、どれぐらいの分野をやればいいんだろうと。 いうこと,をと右のページに入れました。右のページ、過去問演習の範囲についてと。それぞれについて、推奨年度と時間が取れない方用に分けました。じゃあ、まずは左上、民法。民法は15年以降をお勧めしたいところです。ただ、横、時間が取れない方は、10年からむしろ20年というふうに、まずあの絞っちゃってください。10から20。えなぜかと言いますと、 民法って結局ね問題演習してももう網羅できないんですよなのでもう民法に関してはできるだけ過去問というよりもテキストなり答弁なりでもうどん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 ね読,み広げの読んで広げていってほしいんですで過去問演習は本当に本当に基本知識の確認だけ基本知識の確認だけにしてほしいんです他の科目と違って民法の過去問だけで合格点まで行こうとするとすっごい大変です むしろ、過去問の量は減らしてしまって、読み込む量を増やすとか、透連問題を多くやるとかいう形にいってほしいんですよ。じゃあ、なんで推奨年度を10から20にしたかっていうと、文章が短いからです。あの教授と学生があまり話し合わないんです。あの知識の確認って、文章短い方がやりやすいんですよ。長いよりも。 だからあの今の意図からすれば、私、10から20必須と考えてないんですあのもしできるんだったらね、民法に関しては、分野ごとに、あ、これ文章短いなと。短い文章のものだけピックアップしちゃって、それだけやるっていう方が、本当はお勧めしたいんですよ。伝わるでしょうか。あの即時取得ってタイトルがあったらね、ばーっと見て、うわ、これは長い、やんないこれは短い、よし、君はやるばと。これは長い、やんないと。いう形で、文章を短いものにしちゃって、それだけやってほしいんです。 特にほら、事例問題とかになると、サターさん時間食っちゃうんですよ。ということなんで、一応、10から20というのは、文章が短いものが多いからっていう意味で推奨してるだけです。もし自分で選べるんであれば、一個一個過去を見ながらね、これはやる、これはやらないっていうふうにするのは全然ありです。ただ、くどいようですが、過去問だけで合格点まで行こうとするのはやめたほうがいいです。すっごい大変ですから。 で次不登法,法は推奨先ほども言いましたがやっぱり10年以降をやっぱ進めたいこれは特今の傾向を見るとねもう10から2025ぐらいのが本当に多く出ますのであの直近のものだけにしてるっていう方はね是非ちょっと見直してほしい本当にでそれでもって言うんだったら右20年以降とはします,20年以降としますが 個人的には、ね、むしろ20以降ってするんだったら1から20のほうがいいのかなとか、ね、思うぐらいなんです次、会社法会社法はこれ18年以降18年に会社法の抜本改正が行われています18年,まではい18年以降はいいんですがそれ以前の問題はもうほとんど手を出さないでくださいできなくはないんですがやってもね無駄なものが多いんで。 まあ例えば一つ例を出すと商業登記になりますが次のあからおのうち貸借対照表をつける登記申請は何個あるか正解ゼロ昔はあったけど今はないとそれね勉強してもねあの何だ司法書士試験の歴史は学べる歴史は学べるけどそんなことやる必要はないんでねあのだから18年以降とぜひ絞ってほしいで商法もちょっとこれ昔はね 平成のところもやってほしいと思ったんですが最近の傾向を見ると21年以降に商法が復活しますので21年以降にぜひ絞っちゃってくださいそして横米印見てほしいんですが難問はもうやめてください、難問あの商法開社法って絶対というか、ね、2年に1回と言ったら言い過ぎなんだけど 一問ね、もう解かせる気がない問題があるんですよ。で今年はそうでもないんだけど例えばね特定責任とかねいう問題とか株式と合同の合併の比較だとかねもうね明らかにこう答えを見てもね「すいませんちょっと日本語でお願いできないでしょうか」と「これは何語なんでしょうか」と「ちょっとすいません私のテキストにこういうのないんですけどと」とっていうのはねどうしても出てくるんですね。でそういった問題はもうね触れない方がいいです。 いくら過去問であっても難問すぎる過去問って繰り返されることがないんで会社法に至ってはねあこれちょっと難しすぎると思ったらもうぜひなんか抜点とかねしちゃってください次消灯法株式有限持ち分は18以降、えー、とそれ以外は5年以降というのは推奨ですが時間がなければもうそれ以外も18年以降というふうにしてもしょうがないでしょう というのがね、あのこれ、ちょっと左側のページ。左側のページの。消灯法の過去問で解ける問数を見てほしいんです。小灯法全部で八問で。あの、ね、たい三問ぐらいなんですよ。大体。で、右なん、あの、ね、去年なんかは。去年なんかもね、見ても四問ぐらいなので、大体三から四ぐらいしかいかないんで。ちょっと過去問を重視しすぎる必要はないと思うんです。 じゃあ今度は右側今度は憲法憲法は15年以降のものを絶対やってくださいこれ後でも言いますがこれ本試験で過去問だけで過去問足がここ去年は違うんだけどあ今年は違うんだけど大体いい5から6出ることが多いんです5足6足過去問からくることがあるんですただ右見てほしいんですが時間が取れない方 長文と、特に推論を外してください。学説を外してください。この学説問題は、ここ数年来ていません。で、4年前に出てはいるんだけど、足レベルなんですよ。5足全部学説じゃなくて、知識の中に学説を入れただけなんです。なので、この学説問題に時間かかるのはもったい、かけるのはもったいないので、 時間ない方はぜひそれは外してください刑法推奨は10年以降ですが時間が取れない方は15年以降、えっと、理由がありましてあの刑法って15年から4問から3問へと変わったんです4から3でこの4から3に変わるとこの3問のものって大体繰り返し出されることが多いんですね なんで15年以降というふうにしました同じように民訴も同じ区分ぐらいになります次に執行法、保全法推奨は10年以降ですが時間が取れない方執行は15で保全は25と割り切っていいと思います保全はというのが本当に同じものしか来ないんですよ保全法って同じしばっかり繰り返しますのであのこの25年以降のものでも十分 知識のカバーができます次、供託法推奨は5年以降古いものも来ていると考えれば5年以降時間が取れない方であれば20年以降というふうに振り切っても構わないと思いますやっぱり同じものは繰り返されますのではいこれが推奨年度ということになりますで そのした注意点見てください、えー、過去問、答蓮、バランスをよくやること、ただし過去問をやりきった感がある方はしばらくは答蓮問題を中止にすることをお勧めします、あのー。やりきった感というのは、ね、こんなレベル開く、なぜかすぐ3と分かる開く、コーヒーの跡があるあそういえばあ、あの時に妻と喧嘩したな答え、確か A だな。 もはやこれは過去問演習ではありません。記憶を呼び起こす作業です。で、ここまで言っていたら、もう一回過去問演習はやめましょう。過去問演習では何の力もつきません。もうむしろ東レ問題にシフトするのもいいでしょう。で、それでもね。過去問演習にこだわりたいというのであれば、あのー、もうね。過去問集を変えちゃった方がいいと思います。 まあこの私のこの電波で言っていい発言かどうか分かりませんがあのとある予備校さんの過去文集を使っているんであればあの別の予備校さんの過去文集と変えてしまうあの、ね、紙質とか印刷が違うだけで結構漢字変わります紙質と印刷が変わるだけでだいぶ違いますレジュメ5ページの方です次のポチ解説は極力読まない あの,解説読むのが一番時間かかるんですよあの一番本当に大変だなと思うのがあの問題を読む時間かけて解くで解説を読む読みながらもった問題を見るまた解説を見るで一応「何で読むの?」って言ったら「自分の知識は正しいかどうか確認するため」って言って読む時間取られる結局大丈夫だったもう得られたものは自己満足失ったものは集中力と時間です。 あの解説読んでる時間だったら一問でも多く解いた方が基準点付近の方は点が伸びます間違えたものは読んでいいと思うんです間違えたものは読んでいいと思うんですが合ってるものまで読むっていうのは私はこれ時間の無駄だと思うんですもう得られるものは自己満足だけですであともう一個えっと足集よりは 普段の問題形式、普通の問題形式を足ごとに判断する、これをお勧めします。あのー、足集、いろんなところで出会ってます。ます。レックも出してますが、足集にすると、一つの知識が一個の足しかないんですよ。例えば、事例問題出たものは、事例問題と規範で出たものあったとしても、規範で一足しか乗ってない。事例で一足しか乗ってないと。やっぱり、経験あると思うんです。知ってる知識でも、角度をかえ変えて。 角度を変えて聞かれた瞬間に答えられなくなるということがあると思うので、私は普通の過去問詞を使うことをお勧めします。ただ、その過去問詞を使うときでも、一番下の五群の組み合わせ、五群の組み合わせなんかは、こんな完全無視です。五群の組み合わせは完全無視してしまって、一足ごと丸抜をつけると。まあただわかるんです、気持ちは。あの一足ずつ丸抜つけて,てね、 「い」あとイが「丸と「丸っなればあもうこれで終わりだからもうイ「い」エ「う」「え」は多分×だなとって思っちゃうんですよねなので私がやってたやり方で言うとあのね問題があったら「あと」「い」だけ判断したらもうすぐ答え見るんですよ「あと」「い」で「バ×って書いたらすぐ答え見て「丸バ×だったらもう次いっちゃうで次も「あと」「い」だけ見て答え見ちゃうの次も同じ 過去問集を足集みたいに使うんです。え、あとにだけ見るっていう理由っていうのは、まあ、二つぐらいだったら、もう、あの、すぐ答え見ても何とかな、何度か中身を思い出せるし。また、二つだったら、あの、ミスリード。例えば、〇〇っていうこともあるし、〇×もあるだろうし、××もあり得るだろうし。いろんな可能性があるから、この足で、変なふうにね、あの丸の多さからミスリードすることないと思うんです。一応、伝わってると思うんですけど、 根本は過去文集は集あとといいいだけやればいいとそう言ってるわけじゃないのは伝わってるでしょうかたまにこの辺り言わないとね変で広まるんですよ「過去問はあといだけでいいって本当ですか?」と「いや俺そうは言ってなんで趣旨を読み取ってくれないんだろうと」とでもちろん「あとい」でざーっと終わったら次は「う」と「え」で次は「お」と「あ」という形でやっていくと。いうふうにすると結構早く回せるしなおかつ変なミスリードも起きません。 よしじゃあ次いきましょうちょっと話変えましょう6ページ7ページといってください2学習のメリハリは重要ですですが過度にやらない分野を作る全くやらない分野を作るのは NG ですこれ何かというとあのね表の左側は 今年初めて出た分野表の右側は「久しぶりだね」というのが右側なんです30年ぐらいからずっと東京を取ってますが大体新しい分野が3ていうか56来るんですよ今年ちょっと少ない方です4問と一方右側 古い過去問というかね、昔出てたる。最近出てなかったもの。復活するっていうのが、今年2と少ないんですが、これも例年4、5来るんですよ。あの、学習範囲を絞ってしまって、その絞ったものしかやらない。ってことをやると、新しい分野を手に出さなければ、左。手も足も出ない。で、右。 え古いものとか、一箇所でのものを飛ばせば、出たときに手も足も出ないことになります。例えばどうです皆さん、今年の令和3年、17問とかっていけましたかね第三者のためにする契約なんです。平成18年以降、出ていないんですね。こういったものって、絞って絞って勉強しちゃうとできないんですよ。むしろね、1年目の方の方ができちゃうんです。 1>, 1年目の方って全般をバーッと勉強してで最後にね絞ってぐる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 回すんですなので最後にぐるぐる回してるとかで外れたとしても全般を勉強しているからあなんかやったあれっていうふうに思い出せるんですよ一方3年4年で初めから絞ったものだけぐるぐるやってしまうと こ工場、丁頭、うん、工場の丁頭ね。うん、わかる。工場の、もう手も足も出ないと。あのー、どっちがいいですかね。あの、全般やってから後でぐるぐると絞るのと、はじめぐるぐる絞っといて広げるの。どっちの方が勉強しやすいでしょう。これは人によって感覚違うと思うんですが、私自身は、 始め絞ってあとで広げることをおすすめしたいところなんです。始め絞っといてでじめ絞っておいて知識の核になるところをがっちり掴んじゃう。で直前になったところで広げちゃう。っていうのはこうなんだろう,こう広げる分野ってまあぶっちゃけ言えば一時記憶になるんですよ。 でその一時記憶になるものっていうのを8月9月にやったものをね翌年の7月に覚えてられる自信はないでももう直近のところ56で見たものっていうのを7月に思い出せるかっていったらまだそれは可能性があると思うんですなので今の時期は絞ってもいいと思うんです でも直前になればなるほどあここやってないなここもちょっと手をつけておこうここもやっておこうここもやっておこうというふうに広げていってほしいんですじゃあ今度右のページいきましょう丸さん 令和5年は急激な南かが予想定される1今年の高得点の反動が来る2法改正が多岐にそしてさみだれに降ってくるえこちら参考資料と入れました2728とあって27年左から3つ目9030問とありますがこれ卓一基準点なんですあの普段三30問超えればあの神だって思うと思うんですよ この年はね神だらけだったんですその翌年どうなったかっていうと反動がひどい五問下げてきたんですよでさすがに今年基準点30は絶対ないんでここまでの反動は来ないと思いますですがある程度の反動は来ると思うんですよあともう一個が理由の2番 法改正が多岐に来るそしてさみだれに降ってくると立ちがこのさみだれって部分なんですあのー、ちょっと話1個法改正情報ですが共同相続登記が入った後遺産分割がされた場合なすべき登記は共同相続登記が入った後遺産分割なすべき登記は移転ですよね構成ができるようになります しかも単独申請でしかもね法改正じゃなくてできる運用でできるから向こうが通達で言うっていうらしいんですよ通達であの今ねあの遺産分割を原因とした移転登記は何条で規定されてるかって条文がないんです条文がないってことは先例で変更できるってことなんですねこういった形でいつ来るか分かんないと もうこれがさみだれとって意味なんですね。でまあちょっとこれ少し脅しはしましたがあの法改正についての対応よく問われますあの法改正の対応っていうのは大きく分けて2つあると思うんです2つというか求めるレベルもう最低限ここまではやってほしいっていうレベルともう,もうこれ以上はできないともう万全な体制をとると。 最低限の対策で終わりにするか万全の対策をするかでやることは変わると思うんです最低限か万全の対策を取るか例えば万全な対策を取るというのであれば予備校のインプット講座などを使って万全な対策を立てるべきでしょう。おそらくどこの予備校さんでも多分秋とか冬とかになったらこの改正だけの対策とかもね多分してくるんじゃないかなと思います。 くくんじゃななないいいいいかなと思いますが問合わせしでださレックに問い合わせはしないでください、怒られますので、えー、しないでください。で、一方、最低限でいいって割り切るんだったら、例えば、あのレックはあの海の日にガイダンスをやってるのかな、法改正のガイダンスをやったりしてますし、他社もいろんなガイダンスをやってると思うんですそういったあのいろんな法改正ガイダンスなどを見て、もうそれで、あとは当連かなんかで来たものを抑える。 そういうレベルでもいいと思うんですもちろん法改正対策は重要かもしれませんでもそれ以前にや,りなやらなきゃいけないことがあるんだったらそっちが優先ですなんで最低限でとどめるか万全まで持ってくるかとまあ個人的にはねもちろん今インプット講座を取られているという方はちょっと置いときますそうじゃなければ、 例えば今のタイミングではもう最低限のことしかやらないで5月6月になって「あ手出せるぞ」手が出せるぞ」ってなった時にじゃあちょっと万全な対策まで考えてみようかとそういう方向でもいいと思うんです次ちょっと厳しいことを起きました 今年の点数は真の実力なのか今年だけのバブルなのかと特に普段ん通れんとうがうまくいかないのに本試験だけちょっとポンと上がったって方下を見てください今年の平均点急上昇した理由があります午前事例問題が少なく知識を素直に聞いてくる新規分野の質が少ない組み合わせが容易改正部分の質が少ない午後 新規分野が少ない。過去問知識で多くは解ける。文章が短く集中できる。ギミックが少なく問題に集中できる。特に不当法が解きやすいと。こういったことがあったんです。これらを変えれば普通に平均点は下がります。生じ得る典型的な誤解。過去問だけやっていればいい。 進出論点、基本論点のみやればいい。自分は30万オーバーする実力がついた。このように誤解される方が多く出る年だと思います。なので、そこを抜き去っちゃってください。多くの方が誤解してくれますので、そこを抜き去っちゃってください。ある意味、狙い目だと思ってます。 次はちょっと記述の方の説明をさせてください八ページの方をお願いします記述要求される処理と近年の傾向不当法問題文の読み取りなすべき等期の決定処理順を決定して回答を作るこれは不当法で要求されること小等法問題文の読み取りなすべき等期の決定 回答を作成する。新生児はないんでこのようになってますでまずちょっと不登校からいきますと不登校って多くはこの2番と4番で差がつきます2と4で差がつきますで2と4で差がつくんだけど今年なんかは2で差はつかないんですよ でですで例年差がついているのが4番なんです例年ここで多く差がついてます枠を外したのに 20, 20点後半だったっていう人もいれば枠を入れているのに10点台前半だったっていう人ここ最近多くいますこれは 表現のミスなんですでこのの表現のミスには2つあります。1つはもちろんひな型ができてないひな型ができてないとか当日焦っっっててしまって変なこと書いちゃったそれが1つともう1つはね問題文の指示に従ってない問題文の指示に従ってない。 実はこれ結構大きいんです。問題文の指示に従ってない。あの、今年所有権保存登記やってたじゃないですか。で、所有権保存登記って申請条文書きますよね。で、それって、法74条1項1号申請って書けば、実務的には OK なはずなんです。ですが、これ問題文の方で、今回の問題文は、根拠法令があるときは、民法第何条と書くことと。っていうふうに、問題文が指示を出してるんですよ。 だからあれって、本試験の審議通り行くんだったら、不動産登記法74条1項1号っていうふうに書かなきゃいけないんです。結構ね、ひな型のミスが多いって思う人もいるんですが、それと同じぐらい、指示に従ってない。指示に従ってないっていう人も多いんです。 あのここ最近慣れてきたと思うんですが登記申請がいらない場合不動産登記登記申請がいらない場合って登記不要って書くじゃないですかあれどこに書くかっていうと目的の欄に書きますよねでもあれって実は45年前に初めて出た表現なんですよで出た当時はね出た当時はあのねそこをちゃんと読まずにね登記不要って字をね全欄に書く人とかね斜線を引く人とかあすごい人なんでね 目的、原因、登記事項を添付されたでしょそこに縦に、登記不要と <laughs>、縦に隠し人とかね、いるんですよ。で、もう出た当時はね、あの、その注意書きをちゃんと読まないから、そうなってたのね。じゃあなんで今皆さんできてるかっていうと、まあ、大体それは確立してるし、どの予備校の模試でも大体そういう風に書けってなってるから、また、あ、今試験もそうだろうっていう風に思っちゃってるんですよ。でも、いつそれを変えてくるか分かりません。 なんでくどいようですがこの表現のミスっていうのはひな型のミスもあるかもしれないけど指示に従ってないっていうことこれもありますんで注意してほしいんです。で次消灯法問題文の読み取りなすべき登記を決めて回答を作成すると。 で例年、差がつくとかはどこっかとっいうとこのなすべき登記を決める作業と問題部の読み取り消灯法に関しては特にこの2つになりますでこの成すべき登記を決定というのはもう基本的にはあの無効自由を把握する無効,由でえ無効自由をちゃんと抑えているということになるんですが。 ここ最近の傾向を見ると結局結局問題文の読み取りで勝負なんだなと感じがするんです問題文をちゃんと読み取ってある意味事務処理能力事務処理能力を問われてるこれがここ最近の傾向だと思うんですあの今年の消灯法の三覧四覧別ね三と四は別ね三と四は別として あの一通りだけ見れば一通りの答えだけ見ればいやこれは見たことあるしうんこれ確かになんだ大統領はうんこ1回やめて12じゃないよねと。ってかるしあのいや10年人気伸ばしてたら駄でしょと公開なんだからと。では見ればわかるんですよ。で見ればわかるんだけどその多くの情報を出してきて処理を間違えさせようとしてるわけです。はい。 ってことなので、その傾向として、どの部分が重視されてるかってこと、そこを間違えないでほしいなと思うんです。よし、じゃあその上で、2の1、普段の学習ポイント。1、えー、あ、そうでした不動産投を1、以下の3分野について徹底的な学習をすること。相続投機、名変、一括申請。 なすべき登記を狂わせるのはこののつですなすなべき登記を狂わせるのは主にこの3つです。えっと昨年、2年前かな、ちょっとどうしてもという方がいたんで、ね、じゃあまずはあのこの3つが載っている問題を答えから見て引っ張り出して、その問題だけ何回も言っておかんと。といった覚えがあります。相続登記、特に2人以上死ぬ問題です、2人以上。 ぜひ、ねちょっとあの、なすべき投機で弱いという方はまずこの分野3つの分野だけの問題をちょっと引っ張り出してみてその問題だけやってみましょうで今度右新生児の表現のミスはできるだけ減らす1個目演習後に自分の表現ミスをまとめていく焦った時に何やるかなんです 落ち着いた時に書けるのは当たり前として焦った時き当んなので間え焦った時に何をやらかすかそれを見てほしいんですね。で私はあまりこうひな型を繰り返すひな型史を繰り返すって学習は私はしない方というか進めない方なんです。うん、それよりも演習で間違えた時にその間違えたものを繰り返した方が手っ取り早く点が上がります。 ってったらまあ、例外あります。損したもポチ。典型的な申請書かつ難易度が高いものは普段から繰り返しておきましょう。例えば分割譲渡とか。指定債務者合意後の追加設定だとか、明らかに表現がえきづらいもの。あれに関しては普段から触れておくことはお勧めします。 あまりね、こうなもちろんこのそういったものをやってるべきだけどねひな形集を使ってなんか一個一個、ね、頭からやっていくとそれやってから次にいくってのはあんまりおすすめしたくないんですよひな形集自身も例えば別にいい悪いって言ってみなくて例えばあの飲みの譲渡の場合は受益者とか書くけど順位譲渡だったら権利者とか何ですかと「いや俺も分かんねえよ」と「で出たことないしそんなもん」と結構ね出たことないひなではまってる人が多いんですよだったら出たことがあるひなにはまるべきだと思うんですしその出たことがあるひなってなるかって言ったら 演習してるもん,だ,と思うんですよだから演習をメインにしてほしいなって思うんですね次商業登記典型パターンの処理スピードを上げるここなんですよ先ほどから事務処理事務処理と言いました事務処理はこれは何度も何度もやって手順を覚える考えるともできるようにする これが一番ですいつも言ってることですがあの商業登記に関しては同じ問題を何回もやることをお勧めしています同じ問題を募集株式発行役員変更事業年度変更などあこれいい問題だなって思ったらそのいい問題だって思うものを何度もやる処理手順を上げる方法は同じことを繰り返すことになります 2、無効自業を積極的に覚えていく学習有名な登記に関しては何をチェックするかは決めといたほうがいいです。何をチェックするかこれが来たらこれをチェックするってことを決めといた方がいいたがですであの自分自身はねあのちょっと昔っぽくて申し訳ないですけど単語カードを作ってました。 ん昔っぽい話なんですけどね単語カードを作っててこの登記が来たら何をチェックするって感じにしておいて裏見てねこれとこれとこれっていうふうに、ね、作ったものなんですよ。3、登記事項を余すことなく書けるかここ2年3年ここちょっとよく出してます予約権の登記事項が全部書けるかとかね。で、4. 会社法の知識が鍵を握ります。結局ね。その本式見てて思うのが、あの記述特有の勉強ってよりも会社法の知識があれば何とかできるって事はね。多いんですよ。だから、あの記述の時間配分の均一の学習の時間配分としてね。あのどうしても苦手なら別ですが、あの不等法の時間を10だとしたら、小等法の時間は6とか7ぐらいにして。 むしろ会社法の学習時間を増やした方が本試験対策にはなると思うんです例えばなんですけど、あのー、今年の第4弾、えっと、合,合同会社の問題なんですが、あのーまあ、ちょっとこれ私の,あのお仕事で申し訳ないんですけどねあの期日リサーチって形で皆さんから、ね、答案をちょっと見させてもらったんですよで50通答案を見たんですがあの、ね、登記事項はやっぱり皆さんほとんど当たらないんですでも、ね、添付書類は 会社法商業投機の知識で結構当たってるんですよね多分多くの方っていうのは別に合同会社の問題をどっかの予備校の通れん問いだとかいう経験は多分ないと思うんですでも会社法,法の知識から無理っくり持ててきてるんですよ1年前の無効自由は1年前の無効自由っていうのはもうこちら予備校が、ね、出すような無効自由じゃなくて結局会社法の知識があるかどうか委任できるかできないかっていう 会社の知識から聞いてきました。なので、ちょっとこうね。期日の時間、をかけるというよりも。会社法、消灯法の普通の勉強に。重きを置いた方がいいんじゃないかと思うんです。丸五番。合同会社、一般法人など、普段書かない登記もやりましょうと。あの、おそらく、まあ。多くの方、多くの。 人がね合同ななんてて今年しか出ないよって言うと思います、言うと思います今年だけの傾向だから、もう来年以降はないから大丈夫だよって言うんですが、あの私、この仕事、もう20年近くやってるんです、で20年近くやってるとね、あのそのフレーズ入いて、翌年に出るってことは結構あるんですよ、特に期日が,特に期日があるんです。あ,のある年、登記縁証明情報についての、えっと、内容を書きなさいってのが出たんです。 もうこんなのは今年限りだから来年出ないよ出たんですよね。というとかね添付書類の理由を書かせるときあったんですいやこんな理由書かせるのなんか絶対2年来ないから大丈夫だよ2年連続来たんです。というとかなんか、あのー、家族内で死んで死んでという事件いやこれは今年限り翌年も来たんですね。なんか思うんです。できないってわかるともう一回出してくると。 で、あのー、やってる方に聞きますとね、あの今年の合同会社の問題見せて、これっていうのはありえる話か、ありえない話かって言ったら、まあ、これ、普通にありえる話だよと、合同やってるんであれば、ちょっと難しいかもしれないけど、まあ、ありえる話だよとおっしゃってました。で、実務家の視点でこれ、勉強した方がいいと思うって言ったら、まあ、何人かはやった方がいいんじゃないと、合名はそれはいいと。あのー、まあ、これまあ一、まあ、ある視点になっちゃうんですけどね。 あの今結構株式を立ち上げるっていうよりも合同立ち上げる方が多いんですよ。っていうのは株式だと立ち上げるときに認証代とか結構コストが高くなっちゃうんですで合同とかだった場合は認証手数料はいらないとかいろんなテーマが結構省けます登録免許でも安いんですよ。ということでも、ね、合同スタートって会社が結構多くとで結局合同の依頼もそこそこ増えてると聞くんです。合名合資まではお勧めしませんが合同は見ててもいいんじゃないかと思うんです。 その下2の2演習メインの学習を心がける12月までなすべき登記は分かりやすいレベルのもの3月まで問題部の指示が複雑になるもの4月以降大量なページの問題をやっていくとぜひ演習中心でやりやすいものからだんだんやりにくいものへとシフトしていってくださいだから今の時期から公開模試の問題をまたやり直すとかいうのは おすすめしないかなとそして次間違えた論点をまとめていくっていう作業これはおすすめしたいとこですで次2の36月は過去問を使った戦力を立った演習をしてください過去問を使ってください1不等法小等法セットで1時間40分で解く訓練をしてくださいセットです で、大抵、どっちかが解きやすく、どっちかが解きづらいんですよ。で、もしね、もう今年終わったでしょ試験が終わった段階で、もし今年の試験をもう一回受けるとしたら、不当法、昇降法、どっちに時間かけるこれだったら、不当法でほぼ満点を取りに行って、小降法に関してはもう3ラン4ラン捨てると。3と4は捨てるぐらいの勢いで、不当法に思いっきり時間かけて、小降法はもう半分で勝負すると。 多分こうなると思うんですよ。ぜひね、その過去問をね、毎年毎年見ながら、この年はこっちへ勝負する。この年はこっちへ勝負する。ということを決めていってほしいんです。これが丸二番。どちらの科目で点を稼ぐかを考えると。そして三、回答用紙を見て、事前に戦略を立てると。 あのー、本試験問題先に答案用紙、えっと、マークシートと規律の答案用紙が配られると思うんですであれって特に不当法なんかは見るとどこが難しいかって分かるんですある年は1欄目が3つだけの枠2欄目が4つ枠がある3欄目が3つしか枠がないあとは回答なん,そのなんか文章を書かせるとで文章を書かせて「要求される書類」「会社法上うんぬん」と書いてあるんですよ これ見たときに、あ、これ二欄がやばいなってわかるんです。で、また最後の欄見てね、職業柄ですが、なんか利益相談ってすぐわかりました。回答だけ見て。例えばね、ある年はね、回答事項が、目的、原因、登記事項、添付書類。えー、あ、添付書類か、添付書類なしで登記事項か。ってなってるのに、他の欄は、 目的原因登記事項添付書類登録免許税と欄が明らかに多いとこあるんですよ。でこれ見てみるとあ欄が明らかに多いと少ないがあるぞってことはあここの欄やばいぞと。っていうことも分かるんです。でわそれ分かったら何がいいか分かって言ったらねあじゃあ例えばそれは産卵にしようか産卵でまずいなって分かったらねあっ二蘭でとりあえず止めるか産卵入るとこれドスボるぞと。 でその年2欄まで書ければある程度点稼げたんですで消灯法で点稼げたんでそれで受かったって方何人かいらっしゃいますまあこれは今すぐやることじゃありませんでも直前期になった時にぜひね回答欄だけ見てどっちが難しそうかとか戦略を立ててほしいんですよでそれ4にもつながります不灯法どの欄で 最低限の点を取るかと。回答欄を見ることによって、ある程度分かるんですね。ちなみに、今年はね、一欄、二欄、三欄、全部回答欄同じなんです。全部。全部同じだし、欄の数も同じなんです。なので、そこで見たときに、あ、今年差がないなと。不等法についた、一、二、三、差がないなと。っていうのが予測できました。 はい、以上がちょっと学習のところで、ね、お勧めしたいこと、伝えたいことになります。9ページ以降お話を書いていきましょうか。ちょうど1時間ぐらいでしょうかね。ちょっと首を回すなり肩を揉むなりして、ちょっと軽い休憩しましょうか。どうですかね、学習って再開されたでしょうか。 もちろん、まあ、されてるって方もいれば、いやいや、まだまだだと、まず情報収集だという方もいらっしゃると思います。あの、本当に学習、どこから再開するかというのは、なかなか難しいところで、あの、まあ、一つの目安が、基準点発表だと思うんです。ただ、それを超えてるって方は、また後でも見ますが、本試験の合格発表まで何もしないっていうのも、もうそれも全然ありだと思います。もう、ある程度のところで、いつ頃からやるってことを決めちゃって、 まあそこまではやらないっていう割り切りはあっていいと思いますじゃあいきましょう9ページ基準点付きの方の学習戦略1戦略を立てる前にやるべき作業2つ範囲分析ともう1個勝因の分析です下を見てください範囲分析の例特に点を落とした科目をピックアップしてくださいそして やっていた勉強を書き出してくださいインとアウトどっち重視だったか見てくださいその上でこれをすべきだったっていう反省をしてほしいんですダメなのはね会社法がダメだったやっていた勉強オーソドックスな勉強インプットアウトプット重視まんべんなくやるべきだったこと基礎を徹底すべきだったとこれね何の反省もしないからね 何の反省もしないこれ。この反省するためには何をやっていたのかということを具体的にそれ何をすべきかも具体的に書き出してほしいんですそしてそれと同じだけやってほしいのが次の勝因分析なんです。あの結構いらっしゃるのがねあのこれまあダメだったところだけ分析してそこばっかりやるんですよで自分は 別のこと、あることやったかその科目はうまくいったのに、それをやんなくなっちゃって、去年取れていたものを落とすようになる。去年取れていたものを落とすようになる。これがかわいそうな結末なんです。弱点は潰したけど、去年取れたものを落としてしまうと。いうことで、米印見てください。主要科目、8から9割取れている。マイナー、もし全部が取れたと。っ言った場合も、それ、その科目は勝ったと思ってください。で、その下、勝った科目は何か。 やっていた勉強は何かインプットアウトプットどっちを重視したかということを書き出してほしいんですでこれはもう科目ごと変わってきますこの科目はインプットでうまくいったとかこの科目は過去問でうまくいったとかいうのがあると思いますのでこれは科目ごとにぜひ分析をしてくださいそしてねちょっともし残ってたらやってほしいことがあるんですそれが一番下 直直前期に学習ししたことの見直しなんです特に最後1週間最後1週間これをぜひね書き出してほしいんですよでねその上で特にねマイナー科目とか主要科目でもマイナー分野落としたものがあったらね勉強していたかどうか見てほしいんです何かっていうとね えっと、あこれ民葬この分野間違えた直前勉強何にもやってねえ,え教宅なんでこれ間違えてんの直前の勉強やってないあねどうしても一時記憶になる科目ってあるんですで何をやってればよかったかそれを反省してほしいんですよ、まあ、一時記憶になるも科目をねがっちり理解してほしいまあ今だったらそう言えますよ でも結局一時記憶って何回でも一時記憶なんですよだとしたらそういった科目はもう最後1週間でやるっていうふうに予定を立ててほしいんですまだ直前期になったらいろんなところでアナウンスをしようと思いますあのー、最後1週間やるべき作業は詰め込み作業ではないと思ってます詰め込み作業ではなく一時記憶になる科目分野の学習 一時教育になる科目が分野の学習だと思うんですぶっちゃけ聞きますと177条って1か月やらなくても解ける時代あるんですよ、177条ね。民事保全どうです供託手続きどうです下手すら3日前でも怪しいですよ。そういったものを本当に超直前期でやってほしいんですよ。 でね、ちょっとそういうことができるようにあの10ページの方で空欄をつけたもの空欄にしたものを作っておきましたぜひこちらなんかを、ね、分析でぜひ使ってみてくださいじゃあ今度は11ページ以降いきましょう成績物プランの,えプランのええ分析と紹介まずはじめ喫煙時代で勝負は決まる方 均一の基準点に達するかどうか均一でワンオフィが取れかどうかで決まる方えこの方もう勉強はしないでください無理です絶対無理ですまあ仮にねこれが基準点多分ギリギリぐらいで期日もあんまりよくないとうん例えば枠ずれを2つやってしまった 合同だけじゃなくて、大統領は住人させる、関西役も無視する、株式数もやらかしちゃったで、ここだけ一般人に聞くと、まあ、ちょっと、これ、多分ダメだろうねっていうふには思うだろうし、個人も思ってるし、みんなが思うと思うんです、でもその人の中にはね、もしかしたら違うかもしれない、予備校が出してる答えは全部嘘今年は枠ずれしてていい、枠ずれが分子の点数がつく、実は大統領は住人させる、もしかしたらいいかもしれない。いや 私が丸「丸書いたところだけ配点が高いかもしれない大トリは0.5点かもしれないとやっぱねちっちゃいねこう希望の光がちょっと見えちゃうと勉強しなくなるんですよなのであのこの方はやんないいい方がいいですやっても身につかないんですじゃあ何した方がいいかっていうと1「楽しか格の勉強をするインプット講座を受講してその受講と復,復習しかしない あとおすすめが3改正後の学習法改正があるので専門書を買って専門書を買ってそれを読んでいくっていう作業受かったあとは専門書を買って読むっていう作業をするんですだからそれを今のうちにやるってことをおすすめしたいところなんですただそれ以上におすすめしたいことが この勉強を始めて趣味がなくなってませんかこの勉強を始めてて知り合い減ってませんか失ったものを取り返してほしいんです失ったものをお金の時間は返ってきませんですがそれ以外を取り返しましょう最悪な事態を言います受かりました合格者同士で話しています 根本さん、趣味は何ですか。合格ゾーンです。役に立たない。受かった後、役に立たない。あのー、今この時期に、ぜひ、そういった失ったものを取り返してほしいんです。あの、先ほど、ちょっと言いました。あの、ここまで勉強をしないとかね。何日から勉強をするっていうふうに決めた方、その方もぜひ。ここまでは、人間力の回復。に努めてください。 またこれ書くかどうか悩んだんですがもう一個回復してほしいものはあの家族関係の回復特に家族の信頼関係の回復やっぱり受験勉強って家族に迷惑しかかけないんですよ受験勉強していたから助かったよなんて言われることはないんですいやちょっとこれ手伝ってよごめんちょっと勉強あるからとやっぱそんなふうにどうしても家族の用事を断るんですこれってね1年2年はなんとかいくんですけど 3年ぐらい経つとねだん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 家族がね、うん、ちょっとねあんまりいい顔しれなくなりますでそれが続いていくとだんだん家族が切れますで最悪なのは喧嘩ですでその喧嘩が直前期になったら最悪ですなので、あのー、ぜひ家族サービスなどをして信頼回復信,信頼回復ってええんだけどねそこにまあ努めてもいいんじゃないかと思いますじゃあそれを置いときましょう今度の下上記以外の方 3つプランを立てました。今年初受験で基準点滴までいった方、プラン1。その下、2回目以降の受験で上、当連もし、普段偏差値55はいかないけど、今回、基準点滴までいった方をプラン1、同じプランね。下、もし当連偏差値が55程度、普段から行ってるよって方はプラン2。で、その下、ファークスローラー講座を受講予定の方、プラン3としておきます。 だから基本的にはプラン1とプラン2は予備校のインプット講座を取らないことを前提に説明しますページをめくってください。プラン1の学習戦略、確率対策ですがこちらから12月末まで全科目1回転と主要科目1回転を目標にしてください。 下に星印しました。知識の抜けが一番起きやすいタイプです。なんで、インプット教材の読み込みと演習を交互にやってください。これを交互に、どっちかだけじゃなくて交互にちゃんとやってください。知識の漏れが起きますので、アウトだけ、インだけはやめてください。そして、宅イン対策、1月以降。 全科目一回転。これ最低限こらえてください。3ヶ月。3ヶ月。月から金。実力要請編に合わせて予習する。土曜、受験と復習する。新しい知識を書き込む。できれば米印。使用科目は別途学習してほしい。3ヶ月で全科目、当連合わせて1回転プラス、使用科目は1回転してほしい。一方した、禁止対策。 10月ぐらいまでは、表現の力の方を重視してください。一応、まあ、題材は書式ベーシックとしましたが、別に何でもいいです。証文形式で、証文形式でちっちゃい問題、小面形式でちっちゃい問題があれば、そのちっちゃい問題を解いて、表現のミスを確認しててください。で、10月以降、過去の答弁を使って1週間に1問解く、もしくは生鮮答弁、品質論点、起立点など解いて、 1>, 1週間に2問程度新作を解く1月以降は生鮮等連を使っていきましょう生鮮等連ではえ1回あたり2問ずつ不等法1小等法1ずつ出ますのでそれを解いていってくださいそして米印このタイミングで間違えートを作成していってください間違えたものを集めていってください次4番 プラン2の方の学習戦略でこのプラン2前のページで書きましたが基準点付近で通常偏差値55程度はいっているという方この方は10月まで発表までお休みしましょうおそらく受験経験が2回いやむしろ34とあると思うんです。 その方はむしろこの時期は先ほど言った人間力の回復に努めてほしいんです発表までは学習をしない学習をしないで人間力の回復もしくは家族関係の回復に努めてくださいまたねメリハリがいるってことなんですよあの本試験が終わっても同じようにコンスタントに勉強するメリハリ聞かないと成績って伸びません なんで、えいやっと、一回休んでてください。で、10月以降、10月以降で、もう、主要科目を一回回す。もう、それで終わりましょう。一週、一回回す。で、目標、今までの情報に触れる。手段、加工または当連を、一文や一問ずつ解く。一文や一問ずつ解いて、知識を戻していく。 一問解くとねなんとなくやってることを思い出しますで怪しいなってものがあったらそっちインプット何な何でに戻るこれが下2行気になったらインプット教材を見るそれ全科目回していくのは1月以降一月以降の当連です1月以降の当連で全科目を回していきましょう土曜日生鮮通り実力予選受験復習プラス新しい知識をかむ で小目印、予習をしないことプラン1の方は予習をぜひしてください一方、プラン2の方は予習はしないでください普段偏差値55行く方が生鮮透連実力要請編を予習するそれは何かというとこれは完全にあのドーピングです。ドーピング ドーピングですから点が出るに決まってるんです。あのドーピングは繰り返すとろくなことが起きません。どういうろくなことが起きないかっていうとね民法の時に民法のドーピングウて打つ不当法の時不当法ウて打つで会社の時に、ね、民法なんか忘れてドーピング会社をウって打つとでマイナーかもか民法とか不当法全部や、ね、マイナーのだけでドーピングずっと打つとで打っていくと4月にはどうなるかっていうと。 よ民法久しぶりだなあれなんで実力要請は30超えたのに、ファイナルになって20前半になったんだろうとこうなっちゃうんですよ。なので、ぜひ、もう、当連は当連だけ、もう、何も予習しないで受ける。ちょっと産番方を見てほしいんですが、平日、実力要請とは別に、インプット、プラス、実力、過去の実力要請を再,、えー、再演習をする。なので、 できればなんですがこれ一周と言ったんですがここで一周で自分で一周するから具体的にはこれ2回転2回転を目指してほしいんです実力要請で1回転自分の学習で1回転で2回転を目指してほしいんですちなみにねあの当練を予習しないで受けるとね当練予習しないで受けると頭に残ります まあ十数年前の、まあ、二十数年前かの私の経験で申し訳ないんですけどね、あの今と実力要請の,の単元は全然違くて、私に未不当法だと思ってね、あのー、高田馬場本校に行ったんですよ。そしたらね、焼酎法だったんです <laughs> で。で、あのー、1月かな、一月まで小酎法の択一を触れてなかったんですよ、3年目の時に。時に、個人承認 うん、あったねうんあったで個人証に未成年者登記どういうせいだっけそうそう未成年が許可をもらってえ能力があることを公示するんだよなだから親は登記しなくていいよな、うん、そう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 で「う」これあった絶対あった絶対あったもうやっともう全然あるあるんだけど丸トバツが全然思い出せんよしこれはうちに帰ってあれ見ようと。 あの知識ない状況で予習しないで登壇行くとねすっごい頑張るから頭フル回転させますからそうね登壇のタイミングですっごい知識定着しますもしくはねやる内容がすっごいはっきりします私はあの時にあ,あ予習しないでよかったとつくづく思いましたでそこから予習するのやめましたただまあ一応例外を言うとマイナー科目ですあのマイナー科目下手するとね うん、民事の保全ね、うん、民事を保全するのね、うん、保全するで、うん、仮差しの命令ね仮差し仮を差しうんなんだったっけこいつともう5足意味も分からないとってなるともうこれダメだからマイナーに関しては予習してもしょうがないと思うんですが使用科目は予習せずに挑んでください一方期日対策についてはこちら10月までお休みをして10月からは 普段ん1の方とほぼ同じ内容をやっていってください一方13ページの方にいきます、えー、パンフルマラー講座を受講される方、えー、12月までは卓位対策は卓位戦の部分この講義に合わせて受講するそして暗記作業の暗記と問題演習になります ただ、講義中でも言いますがもう暗記を重視してください問題演習はほとんどやらなくてもいいです暗記を重視してください問題演習は講義中に示したものが1問2問示したものが解ければ軽く解ければ十分です暗記を重視する学習をしてくださいそして10月以降主要科目が終わったタイミングで主要科目の見直しを始めてください え今年のパンフットローー講座は全科目一括配信なのでどの科目から見ているかは非常に違いますでもし主要科目から見ているのであれば主要科目が聞き終わったらぜひマイナーを聞きながら主要科目の方を始めてくださいまた禁止対策これもパンフットローー講座の記述ンがありますのでそちらの方をやっていってください,いこちらの方ですが不等法にしろ小等法にしろ 証問問形形式、説問形式でいいいろろ知識をつけていますなので、説問をどんどん解いていく、説問をどんどん解いていく、講義を聞く、説問を解くって形で、10月以降、できるんだったら、こちら、記述論点、禁止戦を受けてください。1月以降については、択一については、プラン2と同じです。 プラン2の方と同じになります。予習はせずにやっていってくださいできれば2回転2回転を目指してくださいでは最後になりますが14ページ以降「本試験傾向の変化と学習方向」と書いておきました これの,どのものかというと、ね、憲法の一後ろに令和2、令和3と書いております令和2年と令和3年の傾向だよという意味で書いていますでここ、1年国旗の傾向はいいですでも2年以上続いているもの2回出ている傾向については傾向の変化かもしれません2個続いているものこれを今から言ってきますのでそこについては重視をしてください 2個ついてるもんね憲法の1有名な判例については結論と審査基準まで抑えるあの憲法で合憲か違憲かって言ったら合憲なんですよ違憲なんて数が少ないしそれは抑えてるはずなんですむしろ勉強するのはどんな物差しで判断してるかという点です2 過去問学習をすること多い年は5足から6足過去問です5から6過去問です次民法の1定当が1問しか来てません例年定当権は少なくとも2問大抵3問出るのがここ2年間連続1問なんです定当に時間かけすぎて 先取り、留置、質検、このあたりの時間、取れてない方、ぜひそっちを、えー、そっちの時間、比重考えてください。2、債権確論は、まんべんなく勉強すること。どこが来るかわかりません、確論。一回出たものはちゃんと学習してください。例えば、組合とか、和解とか、やってますか 組合とか和解ね。雇用はいいです雇用はもうほとんど民法の適用はほとんどないので雇用は無視でいいです次3裁判所への申し立てを聞く問題特に初めね、検察官を意識して読むといいと思います検察官公益の代表の検察官ができるかと例えばほら有名な論点で言うと 失踪宣告、不在者財産管理人公益の代表が勝手にやっていいのかと6番注意してください後見の条文問題特に司法書士会の方が力を入れてアピールするのは財産管理なんです財産管理は司法書士できますよってことをすごくアピールしますでそのアピールが始まった頃から 財産管理の貢献が本当によく出てます。全条文読んでもいいんじゃないかと思うぐらいです。刑法丸三番。2問は典型論点、1問ほぼ密室からだる出す。もうこれも定型的になったようです。例えば、えっと今年の問題でいうと、えっと、何ページだっけな ?2 ページか。2ページの 24、25、26なんか見てもらうと2ページね、レジュメン二2ページの方を見てもらうと因果関係や窃盗罪はよく出る論点で、1問は強制わえー、えーえー、と強制性交等々、せたことがないものを入れてくると、もうこの傾向がほぼ固まったっぽいです。なんで、この2問は絶対取りに行く、このあと1問をどうするか。 だと思うんですよ刑法丸五番捜索事例に要件を当てはめさせる問題過去問通りじゃない判例通りじゃない要件を当てはめる判例の趣旨を当てはめさせるんです受験生やっぱ勉強しちゃってるんですよ勉強してるからね過去問通りに来ると答えちゃうんです例えば 刑法の問題で金属バットってきたら正当防衛は成立しないと多分ね過去物にやり尽くしてると金属バット持ってくるから待ってろとっていうねあの事例すぐ燃やすんですよねだからもう多分あの長文問題見た時に、ね、金属バットって見た瞬間にあこれ正当防衛だめだとで翌年その規範が出るんですよなんでこのね 事例を覚えてしまってるっていう勉強の仕方の方ぜひ当てはめる意識をしてください会社法商法1判例対策ハテなと入れておきました2年連続判例を出してはきたんですが細かい判例でしかも生後に関係しない生後に関係しないものでしただからこれはいらないのかなと思います226年改正 令和元年改正ここ最近ずっときた26年改正のまあブームが終わったっぽいです次は令和元年改正がこっから多く出るでしょうなんで令和元年改正ぜひ対策がおろそかな方やっていってくださいちなみにこんなものありますんであのこんなものがあるんであのもしよければもしそういこと言いけないそういうこと言いちゃいけない あの令和元年改正だけの,あの受験生用の本って多分これしかないと思うんですよねなのでもし対策の方全然やってない,という方考えてみてくださいで次会社法商法の3商法ほぼ密室から出す今回はよくで論点から来ましたがここ前その前はほぼ密室から出す傾向がありました 民事訴訟3番密室単元から絶対来るんです、再近密室単元。あの今年でいうと、3ページの第2問、3ページに載っている第2問、訴訟記録の問題です。で、今年はね、これ、絶対取れないと思うんですよ、5択になってもしょうがないんですが、あの年によっては、なんとかね、2択まで持ち込めるようなものも出てくるんです。 なので、当連等で密室があっても積極的に学習してほしいところです。次、民事執行法保全法。執行法、総合問題の傾向、一問ごとの難易度が低い、不動産執行メインの質問がない、不動産執行メイン、もう出しておりません。不動産執行メインにしている方、ぜひ学習の指示を変えてください。最近多いのは、不動産民事執行の冒頭部分です。 債務名義執行分不服申し立てその冒頭が多いんですよ教託法2古い過去問から出してくる今年もそうなんですが去年もその傾向があります不動産登記法1改正部分を出してくる2横断整理とにかくこれやっていきます そして4今年は違うんですが相続登記を出す時まだ出てない洗礼を積極的に出す傾向があります新しい洗礼密室の洗礼どこまで追っかけるか悩むとかと思うんですでも相続については積極的に抑えてください相続は積極的に抑えて,てください 次、消灯法2株式資本役員以外の出題が多い、以外です。これね、株式資本役員は、期日で解くとこなので、卓一対策いらないんですよ。ただ、これって例年3問ぐらいしか出ないんです、8問中3問しかこの分野って出ないんですよ。 記述が得意だけど択一が苦手当たり前です出るところが違うから頭打ちの方ぜひそれ以外の分野をちゃんと読み込んでください株式資本役員は読み込まなくても解けますがそれ以外は読んでいかないと覚えていかないと解けませんそして4 法人登記の難化傾向がありますぜひ知識をどんどん深めてい,って,から広げていってくださいまあ去年の合奇者の方で少し嬉しかったのが毎年このガイダンスをやっていてこの紙を出すけるんですがこの,紙の、ね、この紙をコピーしてくれたんですよこの紙をコピーしてね自分の科目の、ね、インプットテキストに貼ってるんですね、あのー、憲法のテキストにねこの冒頭のところを、ね、貼っている。 民法でそれを見てねあ傾向こう変わってるんだなっていうのを意識して学習しましたとあやっててよかったなってちょっと思いましたもしよかったら採用してみてくださいはいそろそろ1時間半ということで終わりの時間になりましたいろんなことをお話ししましたあいいなっていうものはぜひ採用してください一方ねあ本当かなって思ったものはね役に立たないから もうそういうい皆既的なものは絶対役じゃないからもうそれは採用しないでくださいあのいくらいいものを言っても自分が納得しないやり方っていうのは身につきませんなんでこの1時間半でいいなと採用したいなっていうものはぜひ自分の学習に取り込んでください本日のガイダンスの方は以上です最後までご清聴ありがとうございました